はい、皆さんこんにちは。ごみ事件物語第51弾です。よろしくお願いします。本日は、新聞ダイジェスト様より、2022年3月3日に発売されたばかりの最新2023年の対応、2022年の2月20日までの時事ニュース、時事横200、全面会長版、ね、就職試験、公務員試験も対応、年2回の更新で最新情報というところで、ですね、チェックテスト100ポイント、100、小論文のポイント解説ということで、時事問題は対策がしっかりできる問題です。まあ、近年公務員試験は、社会科学で時事問題化、といいますか、まあ時事問題、時事のね、内容を含んだ問題が多く出題されていますし、また、二次試験等でね、時事問題出るところもありますし、また面接等のね、まあ役にも立つということで、まあ公務員試験において、時事の勉強というのは欠かせないものというところになりますが、まあ本日はね、この本を、おすすめさせていただきたいなというふうに思います。はい。まあ、実は僕も、予備校の先生から、おすすめされて購入した次第であります。まあ、中身についてはね、全然見てなかったんですけど、今日は書店で見て、これはまあすぐ買おうかなと思いました。一応まだ買うの迷ってたんですけど、もうすぐ決めちゃって、現金持ってなかったんで、ペイペイで買っちゃいました。まあ、あんま中見せていいのかわかんないんですけど、もう本当に、わかりやすいですね。はい。まあ、最新の時事だけじゃなくて、ではそもそもこの単語の意味って何なんだろうっていう、そういうとこまでしっかり書いてあって、結構パリ協定とか PM2.5 とか、ラムサール条約とか、ジオパークとか、結構この辺って公務員試験で、社会科学で出るとこですよね。過労死の問題だったりとか、緊急事態宣言ってそもそも何とか、うん。パワハラってそもそもどういう定義なのとか、国民年金とか、天然記念物出ますよね、この辺ね。脱炭素化などね。ね、完全失業率ってなんだっけとか、まあ、GDP、GNP の違いってなんだっけとか、うん、結構そういうとこ全部書いてあって、時事だけじゃないんですよね。本当に基本的なものも全部学べるんで、まあ、社会科学のテキストとしても本当に優秀だなというふうに思いました。で、気になる値段なんですが、これま、1430円というところで、まあ雑誌にしては高めなんですけど、でも思ってた以上に高くなかった。もっと3000円ぐらいすると思ったんですけど、まあ意外と1500円ぐらいで買えちゃって、1430円くらいで買えるんで、もしよかったら買ってみてください。本当に。マジでおすすめです。はい。ということで、本日はそんな、まあ本の紹介ですね。これでちょっと、もうそろそろ時事の勉強ね、始めてもいいかなというふうに思うんで、これ書店に行ったら見つけてみるか結構大きいですね。多分雑誌コーナーにあります。結構探しちゃったんですけど、お店の人に聞いて見つけました。ということでよかったらこれ買ってみてください。時事用語200、新聞ダイジェスト様。新聞ダイジェスト社様でした。以上です。